しょうがないよ。感情はパズルのピースみたいにはいかないし、首輪だってつけられない。そう、丹念に一つ一つ。結果は分かっていたのにね。それでも諦めきれなかったんだと思う。そして一つ一つ消されていった。私が消しちゃったんだよ、京介くん。私の仕事もやっと終わる。終わっちゃう。そう、終着点。そろそろかな。お別れするにはいい時間だね。夕方はバイバイの合図だからさ。また遊びたいな。また会えるなんて私が言っちゃいけないんだよね。京介くん。じゃあ、バイバイ。
どうしたの？眠いの？びっくりした。だって私だって歩きながら眠るなんてできないのに。ほら、ぼやっとしていたら遅刻しちゃうよ。早く行こう。消しゴム落っこっちった。取ってちょ。ありがとう。あのさ、京介くん、授業はちゃんと聞いた方がいいよ。本当？本当に本当？ん？こら、そこ！騒がしくしない！珍しいな。おや、教室で飯食ってるの？と思うぞ。いつもお前のこと観察してるわけじゃないけど。神崎さんと喧嘩でもしたのか？じゃあ麻生さん？ふーん、あ、うまいなこれって。そういやお前、何も食べないの？手ぶらだけど。マッハで食い終わったとか？ん？なんだそりゃ。もしかしてストーカーにでも付きまとわれてんのか？おいおい、マジかよ。いや、そりゃそうだろう。だってそれだけガード固けりゃストーカーの生まれる隙もありえない。神崎さんもいるし麻生さんもいる。それになんだっけ、ほら、あの1年の。でもよくつるんでるんだろ？
な、なに？それじゃあ行こうよ。ドンピシャ。たまにはね。いつも気がつくと消えてるんだもんな。空気じゃないんだから。あんまりサボってばっかりだとそのうちサンデーに探偵させるよ。お疲れ様です。今日は来てくれたんですね。怒ってるんじゃありませんよ。寂しがってるだけです。私だって本当は寂しいんですよ。国見くんに会えなくてクラスも違うし、図書委員に来てくれないと私は。だいたい大人の魅力あふれる私とこんな風に仲良くなったってのに、なんだっけ、僕、人参？ちょっとすみません。いらっしゃい。もっと速攻で来ればいいのに。もう何も残ってないよ。喉乾いた。え？まあしょうがないよ、図書委員があるし。今日は京介ちゃんも行ったんだね。忙しいの？だったらちゃんと出ればいいのに。ま、いいや。みんな何する？私は紅茶お願いします。了解。すぐには帰らないでしょ？うん。じゃあクッキーでも焼いてあげるよ。何もないのもなんだし。それじゃバイバイ。また明日です。ちゃん、足早いね。あっという間に先に進んでるんだもん。あ、うん。いや。元気が出たのかな、どうなのかなって思ってさ。京介ちゃん、いつまでも引きずってちゃダメだよ。そりゃ忘れることなんてできないって私だってわかるよ。けどさ、
それでも京介ちゃんは生きてるんだから。明日はクッキーを焼いていってあげるよ。朝って甘いもの食べたいでしょ。あたしのクッキーは愛情が隠し味だからね。